高野波貞宏は青森県三沢市出身の元大相撲力士。本名は波岡貞宏。1971年10月27日に青森県三沢市で生まれる。三沢市立第二中学校時代に藤島から勧誘され、当初は高校進学を考えていたものの、両親が高野花をひいきにしていたこともあって、入門を決意。 1987年3月場所で初土俵を踏んだ。四行名は本名の波岡のままだった。1991年3月場所に新十両昇進を果たす。中学校を卒業して入門した力士において4年での十両、昇進は早い出世ではあるが、待機を期待する藤島からは遅いと出席されたという。同時に執行名をつける際に藤島の現役名。 高の花と本名を組み合わせた高の波と命名された。藤島の命名とされていたが、藤島の夫人だった藤田の子によれば高の波が救世した際に、部屋の弟子の子名は、お神だった自分が命名していたが、高の波だけは、師匠が自ら命名したと語っている。また、子名の下の読みは、貞だひろだが、本名は、ただひろと読む。 1991年9月場所では、大前村太と,と12勝3敗同士で重量優勝を争い、敗れたものの、同年、11月場所はその大前と、高田川部屋三人衆の一人、平井宝良蔵そして、修正のライバルになる、武蔵丸光弘と同期で新入幕を果たす。この場所は、初日から7連勝を記録し、 中日で勝ち越す前から新入幕力士による幕内最高優勝を期待された。しかしその中日に水戸泉正人に敗れて連勝が止まり、9日目には優勝争いの筆頭だったことに式公衆を倒して勝ち越すものの残り6日間はすべて敗れて8勝7敗で終わった。それでも新入幕力士が初日から7連勝を記録したことは周囲に強烈な印象を残し、 未完の大器とされて、注目を浴びる。注目を浴びた、高野波だったがその後は、前頭注意に止まって低迷したが、1993年3月場所を前頭筆頭で迎えると9勝6敗と勝ち越し、同年5月場所で小結びに昇進した。この場所で10勝5敗の好成績を挙げて、自身初の3勝、関東賞を受賞すると、同年、 7月場所では関脇に昇進して9勝6敗、9月場所も10勝5敗を挙げる活躍を見せ、将来的に大関昇進も見える成績を残す。11月場所では12勝3敗の好成績を挙げて、大関昇進にさらに近づいたが、土俵際に下がりながら勝つ相撲が多すぎて内容が悪すぎるという理由で3勝獲得はならなかった。1994年1月場所は、 前年まで3場所連続で勝ち越して、前場所は12勝を挙げる活躍を見せたことから、自身初の大関取りの場所となった。しかし双子山部屋には、高野花工事、若野花勝のルに大関がいたため、高野波には同じく、大関取りの場所としていた、武蔵丸光弘よりも好成績を残すことが求められた。7日目に横綱、明保の太郎との対戦を迎えると、 これまで、大横綱戦未勝利だった高野波は、本人曰く、強烈な突っ張りの威力をそらすために、あえて斜めに仕切る気策に出る。これが効いたのかかわずかけで、ようやく大横綱戦初勝利を挙げ、勢いそのままに、この場所を十三勝二敗で終えると二度目の関東賞を受賞するとともに、武蔵丸と同時に大関昇進を果たした。大関の同時昇進は1977年。 1>, 1月場所後の若見杉久と、解決進む明以来,来17年ぶり、新大関2名の同時昇進は1972年、9月場所後の高野花俊明、和島大師以来22年ぶりだった。昇進伝達式での工場は、若高兄弟と同様に四字熟語の、u 王賣進を用いていた。新大関として迎えた3月場所は12勝3敗で、 明物と高通力忠重が並んだことで、優勝決定戦に進出した。高通力とは、同部屋のために本、割での対戦がなかったが、優勝決定とも衛戦では高通力に勝利したものの、明物には、敗れ、続けて、高通力も明物に敗れ、大関、高野波はそれ以降も安定した成績を残す。特に1996年1月場所では14勝1敗の、 好成績を残し、横綱、高野花浩二との同部屋同士による優勝決定戦では、明けぼの戦で繰り出した河津掛で制して、悲願の幕内最高優勝を果たした。1997年11月場所でも14勝1敗で、またも高野花と同部屋同士による優勝決定戦を上手投げで下し、11場所ぶり2度目の幕内最高優勝を果たした。 続く場所が、綱取りとなったが11勝、10勝に止まり、大関での2場所連続優勝を達成することができず、惜しくもこうには届かなかった。綱取りが叶わなかった大関、高野波だったが、その一方で1995年5月場所と1997年1月場所、1999年1月場所をべて6勝9敗と、解禁負け越しを記録したり、 勝ち越しても8から9勝止まりと大関らしからぬ成績を残し、低迷した時期もあった。特に県や秋都市氏を苦手としており、県アキラに敗れたことで優勝を逃す場面も見られた。それでも、カド番を脱出した場所では、大半が終盤戦まで優勝争いに加わる活躍を見せており、百九十九年三月場所は角番で迎えたが十二勝三敗の好成績を、 残して、角番を脱出しただけでなく、11日目には、通算5場所目というスピード出世で新入幕を果たした、雅山哲氏に勝利して、雅山の2桁勝利を阻むなど、大関としての貫禄を示す場面も見られた。1999年9月場所の途中に足を痛め、新入幕から引退までの期間で、唯一の休場を経験する。これによって、同年、 11月場所が角番となり、この場所で優勝争いをしていた大関、出島を12日目に破るなど意地を見せたが、そこから3連敗で6勝9敗で終えたことでついに35場所務めていた大関から陥落することが決まった。それでも2000年に1月場所では10勝挙げ、特例での大関復帰が認められた。これは1969年7月場所以降に、 制定された大関特例復帰制度から1976年7月場所の三重の海岳以来24年ぶり2度目の出来事だった。しかし大関に復帰した同年3月場所は先週楽で敗れたことで7勝8敗となり角番で迎えた同年5月場所も6勝9敗と負け越したことで再び関分けに陥落となった。 7月場所も1横綱3大関に勝ったにもかかわらず、中盤5連敗が響き7勝8敗と負け越したことで2度目の大関特例復帰はならなかった。大関在位37場所は双子山をはじめ、北手に言う勝彦、小西木八十吉に続く歴代4位だった。大関として挙げた通算353勝は当時歴代3位であるとともに、後に、 横綱い昇進した、武蔵丸光弘の大関時代と、くしくも同数だった。2000年9月場所は7年ぶりの小結びで迎えて9勝を挙げ、翌場所で関脇に復帰するが、同年、11月場所は、初日からの8連敗で、中日不越しが決まり、21世紀最初の場所となった2001年。 1>, 1月場所は1993年3月場所以来、約8年ぶりとなる平幕に陥落となった。しかし2001年7月場所は優勝した大関、海洋に勝ったり、2001年11月場所は10日目まで9勝1敗と一時、優勝争いに加わったり、2002年7月場所は、初日から7連勝し大関取りで9連勝していた、朝昌龍に勝ったり、2002年9月場所と、 11月場所2003年7月場所では、横綱、武蔵丸に対戦機会3連勝するなど、21世紀に入ってからも、前頭上位で高成績を残しては小結びに、復帰するが、三役で勝ち越せずに、平幕へ陥落するなど、往年の大関時代の力強さは徐々に、失われていった。それでも常に、前頭上位に定着し、 高野波自身も自分にしか取ることのできない相撲で観客を沸かせたいと見せる相撲に徹し、土俵上でのその姿は大関時代にも勝る歓声を得た。そして2002年11月場所では史上最スロー初金星を獲得し、元大関の25年ぶり史上を4人目の3、小受賞を獲得した。しかし2003年では年6場所で全て負け越しを喫してしまい、 体力の衰えが顕著になり始める。2004年に1月場所7日目、全場所で重量優勝を果たして勢いのある新鋭、国会太しと対戦すると肩越しの上手から豪快に振り回して投げ飛ばし、元大関の貫禄を存分に示した。この相撲で勢いづいた高野波は8勝7敗と1年ぶりに勝ち越したが、結果的にこれが現役最後の勝ち越しとなった。同年、 3月場所は、好成績を残していない限り上位陣の対戦が、基本的に組まれない前頭8枚目で初日から6、連敗を起死したものの、5勝10敗で重量陥落を免れた。しかし、体力の限界に加えて、大関時代から悪かった心臓の不調で入院するや、重篤となり、相撲そのものを続けることができなくなってしまう。同年、5月場所は、 ついに前頭13枚目まで陥落すると、初日から2連敗を喫したことで、3日目に不先輩として現役引退を表明、年寄り、音羽さんを襲名した。大関陥落後から合計25場所も相撲を取り続けたが、これは当時小西樹87を超える最長記録だった。現役最後となった2004年5月場所2日目では、 幕内通算出場回数が1,118回となり、小西式80基地を抜いて、史上単独7位になったことについて、はっはっはっは。まあ、長く取っているだけのことですから。でも勝たなくては長く取れない。良いことじゃないですかと笑い飛ばして引き返したが、翌日の引退会見では、場所前から引退を決意しており、どこまで相撲が取れるか確かめるために出場したことを涙ながらに明かした。 そして、前日までの表情の違いに驚く報道陣に対して全然悲しくない。やれるだけのことはやりましたから、悲しくはないんだけど、なぜか涙が出るんですと素直な気持ちを表した。高野波の断髪式は2005年1月30日に、両国国技館で行われ、引退相撲の歴史を見ても、屈指の数といえる400人以上もの来訪者が、ハサミを入れた。会場には、 当時入退院を繰り返していた双子山も病院から駆けつけて曲げにハサミを入れると高野波はこらえきれずに涙を流し来場者の感動を及んだ。なお、双子山はその4ヶ月後の同年5月30日に高校定岸で死去、この姿が公での最後の姿となった。最後の止めハサミを入れたのは一大年寄りの高野花親方だった。高野波は引退と同時に 年寄り、音羽さんを襲名し、鷹の花部屋付きの親方として、後進の指導に当たった。また、教会の業務などで多忙な鷹の花に代わって、部屋の稽古指導に当たることも多かった。2006年1月場所終了後に体調を崩し、心房細動、肺血症、肺炎を併発して、緊急入院する。一時は、心停止に陥るなど、生命の危機をさまよったが、 その後無事に回復して3月30日に退院5月場所で復帰した。同年9月場所からは NHK 大相撲中継の解説者も務め人気を博した。その姿は影の広報部長と呼ばれることが多かったが、2012年2月に広報部記者クラブ担当へ移動となり、本物の広報部員となった。しかし、2014年5月場所を 体調不良で初日から全休すると、当初は胃潰瘍と公表されていたが、実際は胃がんと診断されて、手術を受けての休養であったことが後に判明している。2015年1月29日の理事会にて、審判部へ移動となったが、それからわずか5ヶ月後の同年6月20日午前、滞在先の大阪府で倒れ、救命処置を受けたが、急性心不全のため急性。 43歳ボーツ。長身で長い手足からなる深い懐と強い足腰を生かして相手を引っ張り込むもので他には真似できない取り口である。簡単に相手の二本差しを許し自ら棒立ちの不利な姿勢を取るために悪癖と見られたが実際はその形こそが高の波にとって十分の型だった。そのまま肘を張って両方の差し手を抱え込むと 高の波の長身に引っ張り上げられた相手は、状態が伸びきり、よりも投げも力が十分でなくなる。その姿から左右に振られて決め出されてはなす術がなく、そのまま土俵を割るほかない。その豪快な取り口は、UFO キャッチャーと呼ばれた。しかし、基本を外れた極めて得意な取り口だったために、上位の番付を狙える相撲ではないと双子山から、苦言を呈された。双子山は、 高野波の取り口を改善指導したことがあったが、かえって黒星が増えて、さらに負傷までしたため、強引に改善させることを止めたほどである。高野波曰く、この取り口は、小学生時代から変わらないという。しかしその性質上、明けの、太郎、武蔵丸光弘といった月押しを得意とする長身の力士が苦手だった。取り口の特性上、 足腰の怪我を誘発しやすいという欠点があり、そのために晩年は足首の負傷にも悩まされた。自身の取り口は足腰が弱いとなり立たないため、大関時代には相手を引っ張り込んだり投げ飛ばしたような場面でも足腰の衰えが目に見えるようになった現役末期の頃はあっけなく交代して土俵を割る場面も見られた。大関陥落後は復帰を目指すよりもいわゆる 見せる相撲に徹し、自分にしかできない相撲を取ると述べているように、前世時代の特有の取り口を見せることに価値を置いた。相手に十分攻めさせておいて、出玉に取るという意味では、真の横綱相撲が取れる、唯一の力士と言ってもよかったが、双子山部屋にはすでに、高野花孝治、若野花勝が横綱だった事情もあってか、横綱、高野波は、幻に終わった。 自身の死去に際してあるベテラン記者は力自慢の典型。一気に横綱にまで登り詰めてしまえばよかったが、上位の相撲はパワーだけでは勝ち続けることはできないと振り返っており、本人も生前、良い子が真似をしてはいけない相撲だよと話していた。高野波の決まり手にはいくつか特徴的な決まり手が含まれており、特に川津家けは高野波の18番とも言われた。 大関昇進がかかっており、対横綱戦未勝利の中で、明けぼの太郎に対して繰り出した一番、初の幕内最高優勝がかかった、道部や高野花工事戦などの大一番でも決まった。また、横綱戦以外にも取り組みの中で自らが不利な状況に陥った際にも繰り出す大技で、川津掛けが決まった、さえの場内は、割れんばかりの大歓声だった。他に極め出し、極め倒し、 小手投げ、外掛けなどが見られ、この他に仏壇返しを決めてみたいと自らコメントしたこともあった。完璧な形ではなかったものの、1993年9月場所での寺を詰め視線では、呼び戻しを決めている。マスコミの前では、寡黙な力士が多かった双子山部屋の中でも明るく、物おじしない性格だった。そのために、秋の島かつみが、俺とお前は、 友達じゃないんだぞと呆れ、字の薬をお神の面前で購入しようとして叱られるなどのエピソードが伝わる。現役時代もバラエティ番組に出演し、自分が三段目の頃、高遠力関が幕下で一番上だったんですけど、自分が何でもこなすスーパーつけ人だったので、などと面白おかしく語り、当の高遠力本人を含む出演者の笑いを誘っていた。 日本相撲協会のスポークスマン、影の広報部長と自称し、自身の取り組みについて勝っても負けても、ユーモアーたっぷりに回答したり、力士の裏話を公表したりと、報道関係からの人気が高かった。武蔵丸光弘とは幕内で、通算58度対戦し、高野波の21勝37敗と負け越している、ものの、互いに良きライバルと認めていた。 この両者の対戦回数58回は、2016年3月場所に、こと正義区和弘、木勢の里館に塗り替えられるまで、当時の大相撲史上1位の記録だった。その取り口とライバル関係が似ていたことから、かつての名力士だった、土地赤木正夫と、巨宝武氏にもなぞらえられていた。また、武蔵丸とは、少年が同じ1971年で、新入幕、 新大関と二人は全く同時に昇進を果たしていた。対照的に、明けぼの太郎とは、非常に分が悪く、大関取りの場所で、初勝利したものの、それ以降はほとんど歯が立たず、通算5勝34敗とかなり一方的なものとなった。1999年3月場所は、場所終盤の11日目から遊横綱と、大関、千代大海隆寺が急上する異常事態により、 上位陣は、高野波と武蔵丸の2大関だけとなった。しかし、両者は、その後連勝を続け、14日目終了時点で12勝2敗の成績を上げ、先週落結びの一番で、大関同士の相い星決戦となった。結果、高野波は武蔵丸により切りで敗れ、惜しくも12勝3敗の優勝時点だった。高野波が、全頭筆頭まで番付けを落とした2002年。 11月場所で横綱昇進していた武蔵丸に平幕力士として勝利、大関昇進以前にも取っていなかった初の金星を獲得した。また同場所で高野波は10勝5敗の好成績を収め、大関昇進直前の1994年1月場所以来、8年10ヶ月ぶり3回目の関東賞も受賞した。2003年7月場所では、 全頭三枚目で再び武蔵丸に勝利して二つ目の金星を獲得したが、この場所が武蔵丸との現役最後の対戦となった。高野波が休止した翌日の2015年6月21日、都内で取材に応じた武蔵川親方は気持ちの整理がつかないと驚きを隠せなかった。2003年11月場所で引退した際、高野波が 当時さほど自身と親しくないのにもかかわらず、支度部屋で、高野波が、寂しい、と一目はばからずに泣いたと聞いたとき、武蔵丸は、なんて心の広い人なんだと思ったと懐かしんでいる。それから3場所後の2004年、5月場所まで現役を続けた高野波に対して、怪我しないように思いながら見ていたという。高野波も引退後は、戦友仲間として打ち解け合い。 武蔵丸は、相撲の話はしないが、酒や食べ物の話で冗談ばかり言っていた。友達が、数といなくなってしまったと、早すぎる別れを惜しんでいた。ありがとうございます。